はい、酒好きの新潟人のユッキーです。今日はですね、ちょっと、酒のね、なんか、コメントにあったんですが、なんか、酒の全種類をなんか、飲んでほしいとかなんとかいうコメントがあったんで、一応ね、まあ、どれぐらい全種類今ある酒がどれぐらいあるかっていうのをちょっと、まあ、披露しようかなということで、ちょっと汚いんですけど、俺の部屋なんですが、いつもここの、この場所にいるんですが、ここでまあ、パソコンがあるんで、ここでいつも配信してるんですけど、まあ、かなり汚いんです。すぐ横にこの、酒類がですね、大量に、まあ、あるわけなんですけど、こんな感じでですね、あんまり、余計な部分は映したくないんですが、まあ、あとここら辺にもあって、この棚にも、まあ、中に、まあ、これはあれですね。From the Barrel とか、ちょっとお気に入りのやつが適当に入って、ここら辺にも入って、ここにも入ってて、この奥にも、まあ、芋焼酎の類が入って、こっちの方にもウイスキーがドロドロと入ってる感じですね。まあ、全部で、まあ、あんまり数えてないんでわかんないんですけど、とりあえずざっとここにあるものって、まあこれは全部飲んだものですね。飲んだっていうか、動画で紹介したものになってます。まあこちらがね。まあこれも飲んだんですけど、まあ消費しきれてないんで半分ぐらい。だいたい、これぐらいとか。これ見えねえな。まあ。8割方残ってるのとかあったり。まあ、こんなのがザラーっとあるわけですよ。まあ、あらかたここにあるので、ほぼ全部。あとは、まあ、散らかってるんで、あれなんですけど、とりあえず、まだ飲んでない、紹介してない、お酒は、まだ他にもあるんですが、まあだから、まだ他にも、これだけだじゃなくてまだある感じですね。動画で撮る分、まだ撮ってないやつ、用の酒が、まあいくつかあって、まあざっと20本ぐらいですか、20種類ぐらいですかね。20種類ぐらい。ある感じですね。まあ、ということです。じゃあ、バイバイ。